はい、どうもこんにちは、坂東です。今日はですね、琵琶湖名物橋板というのを作る作業をやっていきたいと思います。こちらなんですけれども、湖岸に流れ着いた流木といっても、製材されているようなね、板なんですけれども、これを捨てずに取っておきました。これを利用して湖岸に点在する橋板を作っていこうと思います。とは言いましてもですね、ずっと湖岸に橋板を置いておくと、ずっと置きっぱなしにするなというふうにね、言われることが懸念されるので、自治会には橋板を設置するというね、承諾は得ているんですけれども、今すぐずっと常設というわけにはいかないです。なので自分の敷地内まで持って帰って、で保管するというようなね、橋板、移動式の橋板をね、今から作っていきます。こちらも用意してあるんですけどね、電動工具で、作っていこうと思います。こんだけね、角材があれば、まあ多分できるんじゃないかなというふうに思います。長さはね、2メートルぐらいの、一般的よりもな、橋板よりもちょっとね、短めの橋板を作っていこうと思います。一般的な橋板はですね、全長3メートルぐらいあるんですね。ただ3メートルの橋板は持ち運びがね、非常に厳しいので、事実上マンション住まいで、運搬できる最大の大きさ2メートルぐらいを目安に橋板を作っていこうと思います。でやっていきます。はい、どうもです。まずはね、長さを揃えていこうと思います。一番大きなね、板がこの2枚だったので、この2枚の大きさがちょっと違うので、ここをまず切っていこうと思います。はい、それでは作業開始です。切っていきます。もうね、現物合わせのざっくりです。そうそう、一つだけ注意点、こういう時にまあ、フル材を使うわけなんですけれども、古い材料には釘がね、結構ね、もうそのまま残ってるっていう場合がね、あるわけなんですね。でその釘を丸ノコでガッていってしまったら、もう刃がパーになってしまうんで、それだけね、注意しないといけないですね。はい、とはいえですね、やっぱり正確に作りたいので、ちゃんと毛がいて切断していきたいと思います。はい、どうもです。こういう角材の切れ端を使ってバカ棒にしてみたいと思います。バカ棒っていうのはメジャーを使わずに長さを決めて、で何でもかんでもこの長さで測ってというような、ちょっと説明難しいですね。ちょっとどう説明したらいいんだ。とりあえず実技でやっていきます。バカ棒です、これが。
はい、どうもです。今ね、角材のカットが終わりました。あとは組み立てるだけなんで、一旦これでちょっと片付けをしていきたいと思います。これ結構掃除するのは大変な。掃除していきます。